トロフィーランブル、あと4日もあるんだね。グランドマスターリーグなんですけれど、今最終戦が終わったところで、まだ結果見てない状態です。で、最終戦までもつれてますね、優勝争い。私が2位でした。で、1位の方が勝ってしまったら、もう優勝確定ですね。で、まあ、その前にまず私勝たなきゃいけないので、そちらの試合見ていきたいと思います。グランドマスターリーグの試合ですね。今日はその後、ガチャ行きたいと思いますんで、これをまず見てから行きます。行ってみましょう。再生の方で行きますよ。サイドがやっぱで手薄なんで、サイドを補強したいですね。ガチャの方で。熱気渦巻くスタジアム、キックオフは間もなくです。しゅんくん、さきちゃん。さあ、キックオフ。一旦預けて。来た。守護神止めた。そう、弾かれましたね。前半5分。中央シュートゲット、はい、さあ、ゴールを奪った後のキックオフとなります。止めた。パスで繋いでいく。バンバン発動してますね、お互い。かわして、ここを持っていく。中央チャンス。中央付近で。コーナーキックです。左からクロス。コーナーキックが橋本選手。キック蹴る選手もね、このデッキだとないですね。発動するものは外しまくってんな。あ、 PK 取りました。オナイウ選手か。はい、 OK です。オナイウ選手は2回限界突破してるぐらいですね。めちゃくちゃ強いわけじゃないですけど、Aセンスがついてますね。それで起用している状態です。イエローでいいです。イエローならいいですよ。前半このまま終わればいいかなという。サンデラならちょっと硬くなっちゃうね。これ入れられちゃうとやばいですよ。特失点差も結構ギリギリちょっと負けてたのかな。キックオフです。第一が引き分けだとどうなるのかな。引き分けだとまくりますね、こっちが。いや、決まってしまった。後半早いうちに入れられました。後半4分。さあ、気持ちを切り替えていきたいところです。急がずトップが変わりましたね。トップじゃないね。どこが変わった？鈴木武蔵に変わって前田大然入ったか。奪った。前へ送る。一人で持っていく。豪快なシュート。決まった。OKですね。ここでメンバーチェンジがあります。キックオフです。オナイウに変えてセルジーニョ。うん、奪って、セルディーニョ数値高いんですが、序盤レベルマックスまでいってますんで、中央から仕掛けドリブル、 EP ばっかなんでクロスボール、サブの方になってますね。これは、はいはいはい、 OK です。うん、勝てそうですね。さあ、ゴールを奪った後のキックオフになります。得失点差できれば、得
得点欲しいですよ。あるに越したことはない。中央チャンス抜いた。シュート。シーズン1の武蔵持ってるんですね。ここかわして、まあ、この方は多分競ってる方ではないですね。勝ちました。今日のゲーム真ん中ぐらいだったような気がするな。グランドマスターリーグで、はい、勝ちましたけど、果たして、あ、まくりましたね。まくりました。最後に、いや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 、なんとかまくれました。敵は引き分けたんかな、これは。うん、これで、このリーグ6位まで行ったんですね。一番悪い時。で、ちょっと変えたんですね。なんとか取ることができました。はい。前回リーグが4位という結果だったんで、よかったと思います。では、ガチャの方ですね。ガチャは調子悪いです。今11回やってますけど、このトロフィーランブルの方を見ていくと、ここ試しに、田中碧選手バラでも1枚置いておいたんですけど、フュージョンしてみたらどうなるかなと思って、やってみたら、やっぱ少し下がっちゃったですね、ランブルボルテリ総合値。家長選手のノーマルが入ってきたことによって下がってますね。まあただレベルマックスにはしてないから、田中碧選手とかこれマックスにしてどうなるかなんですけど、少し下がるからやっぱ特攻カードフュージョンしないで入れといた方がいいですね。一応試しでやってみました。でこれで11回やったにもかかわらず、まだここが埋まらないと。全部フュージョン仕切った状態だと埋まらないということです。で7回ワンセットとして14回まで引くかな。11回蹴っちゃったんで、あと3回蹴れば85以上の、特攻カード取れるんで、はい、それを取りたいと思います。で、普段念じてはいないです。どれが欲しいとかあんまり言ってこなかったんですが、言わないことで調子悪いので、欲しいやつをちょっとしっかりと言っておきますと、ようやく欲しいやつ見えてきたんで言っておきますと、一番欲しいのは、広島の柏選手がやっぱね補強できるかな。私にとってはこのサイドですね。クエンカとか高木大輔選手とかを使ってる場合があるので、クラちゃんで、サイドが欲しいかなと思います。そういった意味で柏選手と ディフェンスも当然欲しいんだけど、まあどれが一番欲しいかなってって考えて、柏イニエスタ、ちょっと読み込みがちょっと遅いね。イニエスタかな。柏イニエスタ、この2枚かな。この2枚を狙いたいと思います。まあ一番柏選手かな。これを取り行きたいと思います。で、取った暁にはフュージョンして金 EP つけたいと思います。それでは今から行きます。12回目ですね。カウントアップ11連ガチャ。行ってみよう。念じるもやれることは全部やろう。上上下下、左右、BA。はい。スタートです。この一撃にかけて、
柏選手は少し待たないと回ってこないですので、ちょっと待ちますね。下手すぎるな今。55、3連チャン。せめて80前半の突破でいいですよ。うわすごいな、やりますね。なか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 の成績ですね。12回目ってことは、11回終わってる、12回目。12回目だから、8、9、10、11、12、5回目ってことだね。7回を1セットとすると5回目っていうことだから1枚しかもらえないんだね。いやいかんな、これ喋りながらやるとダメなのかな。ちょっと待って、カウントアップ11連はどこに出てますか。5回目、ああ1枚しかおまけない。おまけで引くしかないですね。ちょっと確率薄いですけど、おまけの方で柏選手取りたいと思います。運命のシュートが今引けないね。まあ、赤から出るかな、可能性あるでしょう。谷口選手だね。いやーひどいです。連チャンしちゃう？連チャンしとるか。13回目行こう。運命をボールに託して、ちょっと今回ボール、さっき旗見てやってたんでボール見て、蹴りました。蹴れた。ボン。よし。2枚来たね。伸びが足りない。いやーノーマルじゃん。中途半端。何にも意味ないこれ。いや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 。ちょっと待ってください、仲間選手。仲間選手はちょっと持てなくなるからね。ちょっと一回止めて、